喋ってるよ。はい、ではマンデークレイジーメトレス予選レース参りたいと思います。第1ラウンド第1組の方、ご準備の方お願いいたします。出走ドライバーは水越選手、睦巳選手、山口選手、山内選手。はい、くじ引きにて操縦台を決めいただきましたら、計測はまだ通過しないようにしてくださいね。あ、第3組の方、コースマーシャルお願いします。第3組の方、コースマーシャルお願いいたします。初開催となりました。30分前まで何も決まってませんでしたが、予選2分間周回レースタッカー方式のレースを2ラウンド行いまして、各ラウンドごとに、総合順位ポイントを、振り分けまして、2ラウンド合計ポイントが予選総合結果、集計結果となります。計測はまだ通過しないでくださいね。では、お名前番号呼ばれた方、計測ライン通過してください。まず1番水越選手、道の真ん中止まって危ないですよ。はい、遠回り線と計測さっさと通ってください。水越選手。はい、続きまして睦巳選手。はい、続いて山口選手。はい、山内選手。はい、ウォーミングアップラン1分していただいて結構です。はい、ウォーミングアップラン1分間です。第2組の方は、まあまあ、スタッカーのレース見とることもちろんいいんで、ご自分のレースのご準備しながらお待ちください。同時走行は最大4台ですね。では、順番分かってます。各自分かってれば、まあ、適当に横に並べていただいて結構ですよ。ごめんなさい、背中付けでその小西さんの足元のとこに、はい、あ、ほんでもうちょっと右の方がいいですね。もうちょっと右に、そこ車帰ってきたと、そうそんな感じ でご自分の番号、皆さんお分かりですね。大丈夫ですね。1番水越さん、睦巳2番、3番山口さん、4番山内さん、何番スタートって番号呼ばれたら出てくださいね。でスタッカー方式で、あ、まあそうやね、ご存じない方もおられるかもしれないので、スタートのタイミングとゴールのタイミングはそれぞれ違います。で、ですので基本的にはタイムアタック、個人の1台ごとのタイムアタックをただ、4台同時に測っているという状態になります。ですので、基本的には後ろから来た車が近づいてきたら、もうその車は行かせてあげてください。バトルではないので、その状態でスタートもゴールもタイミングが違いますので、スタッガーのレースは基本的には後続追いつかれた場合は前の車は後ろの車を行かせるっていうのが一応最低条件とルールとなってますんで、把握しておいてください。まあとりあえずやってみましょうか。はい、音だけちょっとこれ、参考で音聞いてくださいね。ちょっと待った、失礼。喋る、これ1番スタート、こんな感じ、1番スタートって呼ばれたらもう出てくださって結構ですんで、はい、では参りたいと思います。まあ、とにかくやってみましょう。はい、まもなくスタートです。あ、何も言ってくれよ。はい、まもなくスタート。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート。で、1周目はね、計測してないので、1周目はぶつかっても関係ないので、ゴール計測ラインを通過してからが2分間の計測スタート、ここからスタートになります。はい、ここからね、ここから今タイム計測中です。ですんで1番の人に当たられるのほんま嫌やね。なんでやねんと思うよね。一応今日フリーランで走ってくださったベストラップ順で、今日の組み分けを組んでおります。さあ、自分との戦い、2分間とにかくできるだけミスなく帰ってきましょう。さあ、残りは間もなく半分のタイムが経過しようというところ。
さあ60秒とは言いましたが、各社スタートのタイミングが違いますので、何番ゴールのコールを受けるまで走り切ってくださいね。俺このミスは全部自分のせいやから自分のせいでしかないから誰のせいにもできない。さあ淡々とラップを重ねるのはムスミン選手、現在7ラップ目に入っていく。2番タイムがこの組み分けでは水越2番、3番山口、4番山内。さあ残りは15秒です。あと2周3周どうでしょうか。さあ最後何番ゴールのコールを受けるまでは走り切ってくださいね。まだですんでね、もう1周あります、もう1周ありますからね。さあファイナルラップに入っていく。もう1周もう1周もう1周。さあ各社ファイナルラップ、またね、もしもしもし言ってください、まだですよ。なぜなら1周目でやったら、まず山内ゴール、むつみんゴール、レース続行中です。ドライバー動かないでくださいね、ドライバー動かないでください、まだですよ、ドライバー動かないでくださいね。はい、お疲れ様でした。トップゴールはむつみん10ラップね、2分でだいたい10ラップです。はい、では第2組の方、操縦台くじ引きにてお決めください。計測ラインは、あ、電池このままで、電池抜かないでください、電池はそのままです。予選ラウンドは万博の電池で行います。計測ライン通過しないでください。はい、まだです。ピットロードに車を置いてお待ちくださいね。はい、ご準備よろしいですか。では、はい、1番の方から計測どうぞ。はい、続いて赤木選手2番、3番上村さん。上村さんまだね、大丈夫ですよ。はい、落ち着いてご準備ください。第3組の方はレースのご準備してお待ちください。第3組の方はレースのご準備くださいね。大丈夫ですよ、別に待ってもうても。はい、ではウォーミングアップライン1分どうぞ。さあ続きまして予選第1ラウンド第2組、出走ドライバーは小久保選手、赤木選手、上村選手、玉岡選手。初開催のマンデークレイジーナイトレース、予選走行はスタッガー方式の2分間周回レースを2回行います。各ラウンドで全体順位を出しまして、その順位に対してポイントを振り分けます。で、第1ラウンド第2ラウンドのポイント合計が、各ドライバーの持ち点となりまして、そのポイントで予選総合順位を出すことになります。で、予選走行は1ラウンド目2ラウンド目、1パックのバッテリーで行います。はい、よろしいですか。はい、ご自分の番号大丈夫ですね。1番小久保さん、2番赤木さん、3番上村さん、4番玉川さんで、言うときますけども、1周目は、計測入りませんので、計測ラインを通過してからが計測開始となります。では参ります。予選第1ラウンド第2組、2分間スタッガー方式スタートです。なかなかね、謎の緊張感がありますね、スタッガースタートスタートで絡む心配はありませんから。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート。この周はとりあえず車の感触とね、コースの感触を確かめてくださいね。まあ、逆にクラッシュしても何もありませんから。さあ、ここから計測開始。さあ、国語赤木上村スタート。はい、玉木全車計測開始いたします。はい、クラッシュあった痛い。さあ、とにかく2分間自分との戦い。スタート直後にぐちゃぐちゃっとしたのはないんですが、その他の緊張感がありますね。案外こうスタッガーは1台で淡々と落ち着いて走れる人がタイム残ったりします。
さあ、先ほど第1組ムツミンがいい走りを見せておりました。10ラップ2分6秒でゴールしてましたので、残り60秒のこれ半分、約半分が経過しました。ゴールは各番号何番ゴールというコールを受けるまで走り切ってくださいね。さあ残り時間は間もなく50秒というところでしょうか。さあ残り1分弱、現在このヒートを一番タイムで走っているのは、お、小久保選手、蛍光イエローのマシン。2番タイムが赤木選手、玉木選手、上村選手の順、各社7周目入ろうというところ。さあ残り30秒です。残り約30秒。さあトップ小久保選手は蛍光イエローのマシン、赤木選手がオレンジ色のメガーン。残り10秒。さあ時計の方は残り10秒ですが、ゴールタイムそれぞれありますので走り切ってくださいね。番号コールまで走ってください。またですよ、各社レース中です。各社レース中、もう一周、もう一周、赤木選手もう一周。さあ時計はまだね、もう一周、もう一周、もう一周ですよ、もう一周、もう一周ありますよ。さあトップ小久保選手は10ラップ目に入っていった、赤木ゴール。さあレース続行中、最後の一踏ん張り、丁寧に丁寧にゴールゴール。はい、停車ゴールです。トップゴールは小久保選手、10ラップ、このヒートは唯一10ラップ、小久保選手がマークしました、2分12秒89。はい、では続きまして、予選第3組の方、出走ドライバーは、小西選手、藤原選手、西上選手、操縦台くじ引きに手を決めいただきまして、ピットに車を置いて待機してください。ピットロードですね、失礼、ピットロードにマシンを置いて待機してください。はい、くじ引き引かれましたら、あの操縦台、いや、くじ引きは一人で引けますよ、別に全員揃わんでも大丈夫かな。はい、でその操縦台にお付きいただきまして、ピットロードに車を置いてください。スイッチ入れてね、スイッチ入れておいてくださいね。はい、先走った方マーシャル入れてくださいよ。はい、3、お三方です。はい、じゃあ小西さんから、そう、計測ライン、あ、これちょ、失礼失礼。はい、計測ラインどうぞ。はい、どうぞ。はい、次、はい、藤原さん。はい、次、西上さん。はい、では、ウォーミングアップランどうぞ。道の真ん中、車止めたらダメですので、基本的にお気をつけくださいね。はい、ウォーミングアップランです。だいたいウォーミングアップラン3周って感じですか。さあで予選ラウンドは2回行いますので、現在ウォーミングアップランが第1ラウンドの第3組、第3組が終わりましたら、インターバルいるかな、まあインターバル取りますか。そうやね、3分ほどインターバル取りまして予選第2ラウンドを参りたいと思います。はい、ではウォーミングアップラン終了してください。ご自分の番号よろしいですか。1番小西さん、2番藤原さん、3番西上さんね。はい、では参りたいと思います。予選第1ラウンド第3組、2分間周回レーススタートです。さあ、スタッカースタートのこのいつもと違う緊張感、レース楽しんでくださいね。ではスタート、スタート3秒前、1番スタート、1番の方行ってください。2番の方行ってください。もう2番の方行ってください。はい、どうぞ。大丈夫、大丈夫、どうせ計測してないんで、この週は大丈夫ですよ。この週は計測してませんからね。計測ラインを通過した時から、はい、ここからスタートになります。さあ、落ち着いていきましょう。
味覚2分間丁寧に。さあ目標は10ラップですね。10ラップが今のところ8台消化して半分が10ラップ届いてます。残りは9ラップ。その中で10ラップの1桁台をマークしているのは6つですね。残り60秒。さあ約半分が経過いたしました。さあこのヒート、今のところ1番時計は小西選手、2番時計藤原選手、3番時計西上選手。素晴らしい。残り30秒。さあ残り30秒残る。さあ2分間長いのか短いのか。さあなんとか自分なりの周回を重ねていきましょう。さあ時計の方は残り10秒です。10秒から約1周ありますので、まあプラス10秒って感じですね。さあ残り10秒ってことでしょうか。タイムアップ。さあもう1周、もう1周ですよ。さあ全車レース続行中。さあもう1周ですよ。もう1周。さあ各車ファイナルラップか。はい、もう1周。藤原選手もう1周。さあ落ち着いていきましょう。小西選手ゴール、西上選手ゴール。レース続行中、ドライバー動かないでくださいね。はい、全車ゴールでーす。はい、お疲れ様でした。では第1ラウンド終了しまして、集計結果出ますね。はい、集計結果、暫定、予選総合結果、予選結果出ております。では3分後第2ラウンド行います。電池変えないでくださいね。電池は変えないようにお気をつけください。3分後予選第2ラウンドです。はい、モニターの方には予選1回目の集計結果出ております。今日のレースは一応動画上げますけど、もう字幕とか一切入れませんから、もうただ、継ぎはぎして上げますんで、アップロードするだけですんで、まあ一応形には残したいなっていう感じで、案外レースやってみたらクレイジー感なくて真面目なレースなんですが、まあね、2分間スタッカーで走れんことにはバトルしてもぐちゃぐちゃになるだけなんで。はい、では、スターティングリードつきだ。ウォーミングアップランしましょうか。はい、ウォーミングアップランどうぞ。はい、くじ引きにて総重台をお決めいただきましたら、ウォーミングアップランどうぞ。予選第2ラウンド第1組、先ほどはムツミンが1番タイムで、ポイント155ポイントゲット、謎の155ポイントで、これ1番タイムだけポイントが1ポイント多いんですよね。で2位が153ポイント、その以下は152、151と1ポイントずつ下がっていくという感じになります。で第2ラウンドは第2ラウンドで独立した、集計、合計、いや順位となりますんで、はい、自分の番号大丈夫ですね。水越さん1番、むつみん2番、山口さん3番、山内さん4番ね。はい、ではスタートいたします。第2ラウンド予選第1組スタートです。10ラップのどの辺まで入れるか、まあ大体狙うとぶつかりますわ。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート。さあ最初のこの周回は計測入りません。さあここからスタートいたします。
さあ4射計測開始。お、序盤の1周目2周目は全体的に綺麗に、ね、流れる展開になった。流れてますね、いい感じですね。と、お、ミスったのムスミンか。さあ、いいですよ。2回目。残り60秒。トップ水越選手。2番手ムスミン。3番手山内。4番手山口。さあ予選第2ラウンドになりまして、ちょっと慣れてきたか。残り30秒。さあ時計の方は残り30秒、ということはまあ残り40秒ちょっとという感じでしょうか。白蛍光イエローのマシーン、似てる2台が水越とむつみですね。残り10秒。さあ時計のは残り10秒ということはあと20秒ほどでしょう。タイムアップ。さあタイムアップ、まだね、もしもし。さあ各社は、あっともったいねえ。さあ今のタイムロスがもしやね、もしもしどう影響するか。もしもし、まだまだファイナルラップ。1番ゴール。ああ1番ゴール、2番ゴール、レース続行中、レース続行中。4番ゴール。続いて3番ゴール。はい、電車ゴールです。各車10ラップ入りました。トップゴールは水越選手、10ラップ2分8秒19。はい、では続きましてピットロードに車を置いてくださいね。あ、ごめんなさい、大丈夫ですよ。もうあのウォーミングアップランスタートしてください。第2組ウォーミングアップランどうぞ。出走ドライバーは国保選手、赤木選手、上村選手、玉岡選手。先ほど第1組は水越むつみんがほんま6秒差でした、ね、はい、1番国保さん、2番赤木さん、3番上村さん、4番玉岡さん。はい、よろしいですか。はい、では参ります。まあ大丈夫です、番号順出てくれはったら OK なんです。別に並んでなくても大丈夫です。では予選第2ラウンド第2組、まあ、もなくスタートです。さあ目指せ10ラップ前半。スタート30秒前。1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート。さあ各車スタートを切りまして、計測はまだ始まっておりません。さあここから計測開始。さあ4台計測開始しております。スタッガー方式による予選走行。おっと1台転倒。おっと転倒出たが戻った。さあちょっとお見合いしちゃったか。さあレースの方は間もなく時計の方1分というところでしょうか。残りは1分20秒というところか。残り60秒。
さあ残りは1分とちょっと。現在1番時計はメガーヌの赤木選手です。赤木選手はナロートリンクラッシャル出てますね。そう、とにかく壁にぶつからないことが重要です。さあ国母赤木が近いか。2秒差です。残り30秒。さあ時計の方は残り30秒。さあ残りは間もなく10秒というところ。残り10秒。あと2周というところでしょうか。タイムアップ。さあ時計は2分経過。まだまだ、もう1周、もう1周。さあ各社ファイナルラップに入っていく。1番ゴール。2番ゴール。3番はい、出たゴールです。玉木選手、最後逆転で2番タイムが出ました。さあ、第2ラウンド第2組まで終了しまして、はい、第3組の方、くじ引き手を決め、操縦台を決めいただきましたら、ウォーミングアップランご速攻ください。はい、ではウォーミングアップラン終了してください。あ、もしね、車出なかったら一旦待って最後尾で3秒後ぐらいに出てもても大丈夫ですね。どうせね、最初の周は計測してませんから。はい、ではスタートいたします。予選第2ラウンド第3組スタートいたします。さあスタッガー方式のスタートは自分との戦いです。スタート、3秒前。1番スタート、2番スタート、3番スタート。大丈夫ですよ、ここは計測してませんから。全然落ち着いていってくださいね。大丈夫ですよ。なんやったら間開けてもいいですよ。他の車待って、間開けてくれはっても結構ですね。さあ、ここからスタートしてます。全然間開かんかったな。さあ落ち着いていきましょう。残り1分40秒。まずはゆっくりでもいいですよ。残り1分20秒。残り60秒。さあ落ち着いて落ち着いて。残り間もなく1分です。残り1分。残り30秒。さあ残り45秒。
残り10秒。残り25秒。タイムアップ。さあ、もしもし。さあ、落ち着いていきましょう。さあ、もしもし、まだですよ。全車レース中です。まだですよ。はい、各車ファイナルラップ。1番、小西選手ゴール。3番、西上選手ゴール。2番、はい、宇治原選手、全車ゴールでーす。では予選工程終了ですので、集計結果まで少々お待ちください。さあ、以上にて、本日予選工程終了です。第1と第2、それぞれプリントアウト出しましょうか。はい、では電池は変えていただいて結構です。決勝レースはまた新たな電池入れていただいて結構です。3分後決勝レースを行います。口頭でも言うときましょうか。決勝第1組、玉吉選手、小西選手、上村選手、藤原選手、西上選手、決勝第1組です。決勝第2組、睦巳選手、水越選手、山内選手、小久保選手、山口選手、赤木選手、決勝第2組となります。まずは、インターバル後、2分30秒後ですが、決勝第1組、玉吉選手、小西選手、上村選手、藤原選手、西上選手、3分間レースを行いますのでご準備ください。はい、2分20秒後です。で、決勝レースは、3分レースと5分レースを行いまして、それぞれの、合計ポイントですね、順位着順合計ポイントが決勝総合結果となります。さあ、続きましてマンデークレイジーナイトレース決勝レースへ参りたいと思います。決勝レースはですね、予選組分けでそれぞれの組で、完結しますので、3分間周回レース1回と5分間周回レースを1回ずつ行い、そしてその、レースの着順合計ポイントが総合順位となります。はい、ではまずは玉木選手から操縦台を選びください。はい、続いて小西選手、はい、続いて、ちょっと待ってください。
はい、上村選手。はい、続いて藤原選手。はい、続いて西上選手。はい、はい、では操縦台を決めになりましたらウォーミングアップランご走行ください。決勝第1グループ出走ドライバー玉木選手、小西選手、上村選手、藤原選手、西上選手、以上5台走行です。決勝レース内容はこのような内容になっています。で、5分周回レースの時はジョーカーレーンを1回通らなければいけないというネタがついよろしいですか。では操縦台をお付きいただきます。3番グリッドから3番グリッド玉木選手、4番グリッド小西選手、5番グリッド上村選手、6番グリッド藤原選手、7番グリッド西上選手、スターティンググリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。はい、では参ります。決勝第1組3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあ、3分間周回レースと5分間周回レースを2回行います。さあ、スタートしました。さあ、3分間長いようであっという間の決勝レース第1ラウンドですね。第1ラウンドは3分間周回。さあ、トップ玉吉、2番手上村、3番手藤原、さあミスがあった、これで3番手西上、4番手小西、いや、さあこれ3番手小西、4番手西上、5番手藤原。さあ、トップ玉吉が逃げる2番手上村選手が後方1秒というところ。さあ、トップ争い、2台の熾烈なバトルとなっている白いマシン同士のトップ争い。3番手には青いマシン、小西選手は単独抜けていってきたか、西上、藤原の順。さあ、レースの方は序盤の45秒が経過いたしました。さあ、トップ、おっと、ミスだったか。さあ、これで西上、藤原、4番、5番がテールズノーズ。さあ、その間トップ玉吉が逃げる。現在4コーナー、5コーナー付近。あっと、いざ刺さった、走ってる車、あ、OK。 さあ、トップは玉吉、ここからが難しいところ。残り1分30秒です。レースは残り1分30秒。さあ、トップグループうまくラップマーカーをパスして、依然1秒差というところ、いや 0.7 秒差だ。さあ、トップ玉吉、2番手上村、1秒切っている。白いマシン同士のバトル、3番手単独小西もいいペースだ。トップグループの3秒4歩後ですので、まだまだ小西も諦める距離ではないと言ってたらミスった。4番手藤原、5番手西上、ここも同一周回ですね。さあ、レースの方は残り45秒です。残り45秒。さあ、完全にお見合い状態。さあ、これで上村再び近づいてきた。トップ玉吉、このまま逃げ切れるか。さあ、後方2番手、うわーっとミスだった。さあ、生かしてんのにって思うよね、宇治原選手ね。さあ、残り30秒です。残り30秒。トップ玉吉、2番手上村、1.2 秒差。3番手は小西単独、4番手藤原、5番手西上、あ、近づいたか、また離れた。さあ、レースは残り15秒です。残り15秒。さあ、トップ争い、テールツノーズ、ラスト2周と1周半というところ。さあ、次でファイナルラップ、トップグループファイナルラップ、走者 0.3 秒差。
さあここでタイムアップ、次からゴール、まずは小西3位でゴール。さあ注目が突破の3位、わっこれは無理。さあゴール、レース続行中、まだです、ドライバー動かないでくださいね、まだドライバーの方動かないでください。はい、選手はゴールです。これは玉木選手、14ラップ3分8秒45、熾烈な突破争いを制しました。結構みんなクレイジーじゃないの、あ、ほんまのクレイジーって無言やからはい、では、むつみんから操縦台を選びください。はい、次水越選手、はい、次山内選手、はい、次国保選手、はい、山口選手、はい、赤木選手、はい、では操縦台を決めいただきましたら、ウォーミングアッププランを1人3周です。1番エントリー、ちなみにこれ予選結果ポイントで言うと、むつみ水越は同ポイントで、同ポイントの場合は、先着ゴールの方がもちろん上位となりますので、3位4位5位の山内国防山口も実は同ポイント、同ポイントでした。で赤木玉吉も同ポイントでしたが、先着ゴールが赤木選手でしたので決勝第2組に残ったという形になります。よろしいですか。はい、では、3番グリッドからお付きください。3番グリッド、むつみ選手、4番グリッド、水越選手、5番グリッド、山内選手、6番グリッド、国保選手、7番グリッド、山口選手、8番グリッド、赤木選手、スターティンググリッドにお付きください。さあ、第1ラウンドは素の3分が周回です。はい、では参りたいと思います。スタートです。スタート10秒前。さあ、決勝第1ラウンド第2組、まもなくスタートとなります。さあ、スタートしました。さあ、トップ入れ替わりがあった。さあ、トップ水越、2番手山内、3番手むつみ、4番手山口、5番手国保、6番手赤木。さあ、トップ水越、このまま逃げ切れるか。後方山内、むつみん、山口、国保と続く。少し、おっと、さあちょっとクラッション。さあ、少し間が空いて6番手にはナローの赤城。さあ、2番手以降バトルらしいですね。ただこれ2番手以降でやり合っちゃうと、トップの水越が得をする。さあ、トップ水越ちょっと危なかったな。さあ、まだまだポジションはアドバンテージはキープ。その差 2.1 秒差。2番手山内、3番手むつみんが近いぞ、 0.3 秒差。山口4番手もその後ろ 0.8 秒でつけている。国語もまだまだ分からない 1.3 秒。赤木がじりじりと前との距離 1.9 秒と詰めてきている。さあ、注目は2、3、4。山内、むつみ、山口の順。これやり合ったら、あー、山口は少しミス。おっと、さあ、一瞬の隙をついて、むつみが2番手に浮上。おっと、トップ水越、ちょいミス。さあ、これで分からなくなってきた。レースは残り1分20秒。さあ、約半分が経過いたしました。
トップ水越、2番手睦美、3番手山内、4番手山口、5番手国宝、6番手赤木。さあレースの方は間もなく2分経過いたします。さあトップ水越が逃げる、睦美が 2.3 秒。さあ今度は山口、山内が近い3番4番、あーっと山内ミス。さあ残り1分です、残り1分。3分間周回レース決勝第2組、トップ水越、現在中央インフィールドセクションスラロームセクション通過しまして、計測ラインとこちらの白黒蛍光色のマシンがトップ水越選手。レースは残り35秒です、残り35秒。2番手睦美もさあ似たような白蛍光色黒のマシン、後方 2.5 秒。さあその睦美の後ろ山口が迫ってきた、 0.5 秒差だ。ラスト30秒、ラスト30秒。さあ今度は2番3番が近い、睦美 VS 山口。さあこの差 0.5 秒。さあ残りラスト10秒です。あーっと、さあちょっと近づきすぎたか。さあしかしラッキーで戻った、まだまだチャンスある。ファイナルラップだ。さあファイナルラップ、山内ゴール、山内ゴール、レース続行中、レース続行中、国母ゴール、赤木ゴール。さあ水越帰ってきました、トップゴール、レース続行中。ドライバー動かない、赤でドライバー動いて赤で、はい、前者ゴールです。トップゴールは水越選手、2位睦美選手、3位山口選手でした。まあまだこれでは決まりませんがね、どのレースで決まるわけではないので。はい、では続きまして第2ラウンドへ参りたいと思います。はい、バッテリー変えてあきませんよ、バッテリー変えないでくださいね。はい、では第2ラウンドの方、操縦台にお付きください。あ、あ、はいはい、第2ラウンドの方、操縦台にお付きくださいね。1回だけジョーカーレーンの練習 OK にしますわ。じゃあ上山さんからどうぞ行ってください。あと1台ずつ行きましょう。はい、1回ずつジョーカーレーンの練習ね。あそこいたあかん、藤原さんそこいたあかん、車。そういうことです、そういうことですやるよね、そうそう、これがむずいっすよ、これがむずい、これむずいっすよ。一回しか練習してあげませんから。はい、じゃあ次、誰や、次の人練習どうぞ。あの操縦台さっきと一緒なんで。一人ずついてください。はい、たむきさんどうぞ。はい、はい、ジョーカーレーンの、いやいや、操縦台自分どこ行って、なんでそんなとこでやるの。さっきんとこ、さっきんとこ。そうそうそう、ジョーカーレーンの練習ね、一台ずつ。お、できました。はい、じゃあ次、はい、小西さんどうぞ。で、ジョーカーレーンを1回だけ絶対使ってくださいね。レース中5分間の、周回レース中1回だけジョーカーレーンを必ずお使いください。あそこね、超ゆっくり行くんですよね落ち着いて、あそこでタイムロスしたら余計とその周回無駄になるんで、ゆっくりいたい。はい、じゃあ次は、はい、藤原さんどうぞ。そう、丁寧に超ゆっくり回るだけでどうせみんなミスるんすか。そうそうそう、ゆっくりいたいです、ゆっくり。お、うまい、うまいっすね。はい、どうぞ、西上さんどうぞ。あそこだけね、こうスイッチバチって切り替えて超ゆっくりいくんですね。レースなんで気焦ってるんですけども、ここだけ超ゆっくり。いや無理やって超ゆっくり言うてるやん。お、いいですね、いいですね。
はい、ではスターティングリッドにお付きください。決勝第2ラウンド、1番グリッド、はい、玉木、あ、3番グリッドね、失礼、3番グリッド玉木選手、4番グリッド小西選手、5番グリッド上村選手、6番グリッド藤原選手、7番グリッド西上選手、スターティングリッドにお付きください。これもう自分で覚えておいてくださいね。あの使わへんのなしやからね。1回ジョーカーで使ってくださいね。一応見とくようにしましょうか。いけるかな。一応見とくようにしておきますね。玉吉、上村、一応こっちでつける予定で。ただもう実況してモニター見てやったらね、結構見落とす可能性、まあでもどうせここでごちゃごちゃやるんでしょ。山内さんで大丈夫そこ。あのもうちょっとお前行けや、お前30代何60代に行かせてるねん。靴脱げ靴。大丈夫かな。はい、では参りたいと思います。マンデークレイジーナイツレース決勝第2ラウンド第1組5本勝周回レーススタートです。スタート10秒前。さあ、ジョーカーレーンを使わなければいけない5分間、まもなくスタートです。落ち着いたもん勝ちですね。さあ、スタートしました。ちょっと1本のクラッシュがあったが、さあ、オープニングラップの攻防、おっと、さあ、青いマシンが抜けてきたか。お、さあ、1回一周目で、さあ、これで玉吉と上村が、勝かね。賢いな。いや、でもね、1周目がね、一番時間使うんでね、これ多分作戦、あ、これで藤原が勝か。さあ、ここからまだまだ大丈夫よ、大丈夫大丈夫。さあ、順位の方、さあ、これで小西も消化、あ、前者消化。お、なんか全員早めの仕掛けですね。レースは残り4分10秒。じゃあ順位で整理してまいりましょう。トップはこれで、あ、小西引っかかってた。玉吉トップ、2番手上村、3番手西上、4番手小西、5番手藤原。おっと、クラッシュ。さあ、落ち着いて落ち着いて。さあ、トップ玉吉、2番手上村、3番手小西、4番手西上、5番手藤原。案外あっさり電車使っちゃいましたね。なあ、もう第2組は2回にします。ああ、下がってる、走る車に全然、ね、ナイスです。さあ、残り3分15秒、残り3分15秒。トップは依然玉吉、2番手上村、後方 2.1 秒というところでしょうか。さあ、この周で広がったか、この周で 2.7 秒差。3番手には小西、小西が上村の後方 2.4 秒、4番手藤原、5番手西上、ここ近い、藤原西上が 1.4 秒差。さあ、レースは残り3分、まだまだレースタイム残っている。さあ、5分間周回レース2分が経過いたしました。残り3分、残り3分。さあ、ジョーカーレーンは全車消化しております。トップ玉吉、現在2コーナー3コーナーに入っていく白い RX7FC3S、 それを追います2番手上村選手が白いアウディ R8、 3番手小西選手、ブルーのガルフカラーですね、マクラーレン。小西選手が上村選手の背後迫ってきているぞ。さあ、抜けた。さあ、これで上村小西が 1.6 秒差。さあ、レースは残り2分20秒です。さあ、トップ玉吉、2番手上村、3番手小西。さあ、藤原西上が前後入れ替わった。さあ、ここも同一周回、4番5番争いだ。レースは残り2分です。さあ、5分間周回レース3分が、おっと、小西がミスだった。さあ、残り2分です、残り2分。さあ、トップ玉吉、これで2番手との距離は 3.5 秒としている。小西が遅れて7秒後方、西上藤原同一周回ですよ。さあ、藤原西上の巡回、今は
じゃあ西上藤原か。4番西上、5番藤原。レース残り時間は1分35秒。残り1分35秒。あっと1台転倒。さあこれでトップに勝った。上村トップに立った。白いマシンが前後手をつまず、前上村、後ろ玉吉、1位におっと、さあ暮らし方。さあこれで西上藤原テルツノズ、小西はワンラップ前。レース残り時間は1分15秒。さあ最後の難しい時間帯だ。ラップマーカーが絡んでトップ抜けるな。あーとさあやはり難しい。さあこれでトップ入れ替わり、再び玉吉がトップ奪還。2番手上村が後方 1.3 秒、そして小西は単独3番手、4番手、藤原、5番手西上。さあレースは1分切りまして残り50秒。さあトップ玉吉、このまま逃げ切れるか。レースは残り45秒です。残り45秒。トップ玉吉、2番手上村、コーナー2つ分というところでしょうか。さあその差は 0.7 秒差。さあ3番手小西、4番手藤原、5番手西上。さあラスト30秒、ラスト30秒、おっと、さあラスト30秒、上村再びトップ。さあ粘り切れるか。2番手玉吉がプレッシャーをかける。レース残り時間は、あー、しゃべったし、しゃべったし、ボールに当たった。残り、いや上村待ってる、上村待ってるよ。残り10秒ファイナルラップ。さあ上村玉吉まだ分からない、 1.3 秒。さあ各社ファイナルラップ。さあここで5分経過。上村逃げ切れるか。さあ上村ゴール、玉吉ゴール、藤原、小西、西上で全勝ゴールです。お疲れ様でした。これ思い出してくださいね。第1と第2ラウンドの合計ポイントですからねこのレースで決まるわけではありませんから。さあ、第1ラウンドの集計結果が出ますよ。この上階なんとかめっちゃ楽しいこれはもうみんな2回やね。あ、みんな2回でいきますか第2組はなんか1回やったらちょっと物足らんかったもんね。僕だけ入らねえとかないから。あ、なるほど。ほな赤木さんだけ3回入ってくれたらいいですよお、総合は第1組上村さんがトップでしたね。同ポイントですかね。上村さんと玉木さんは同ポイントでした。じゃあお一人ずつ、ジョーカーレーン練習してください。どうぞお一人ずつ。邪魔せんといてね、邪魔せんといて。お一人ずつジョーカーレーンの、はい、ジョーカーレーン一人ずついてください。うまいっすね。2コーナーこけてます。はい、ジョーカーレーン一人ずついてくださいね。お、なんかみんなうまいっすね。もう2回にしますわ一人2回にさせてもらいますわ。もう、お、山口さんいいですね。じゃあ1人2回で1人2回でいきましょう。ちゃんと数えられるかな。2回一応見とこう。2回ね、1人2回。水越小の字書きますから。むつみ山口。2回練習したな。練習が2回とは言うてないんですけど僕山口、ここ5鍵。はい、では3番グリッドからスターティンググリッドをお付きください。はい、さっきと一緒ですよ、グリッド。むつみん、水越、山内、国母、山口、赤木の順で3、4、5、6、7。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。ではジョーカーレーン2回ですんで、一応こっちはカウントできるだけします。マーシャルの人を見かけたら、誰々行きましたって言ってください。あ、ただムツミンと水越さんがややこいんやな。これ前がムツミン、黄色が多い方が水越さんね。黄色が多い方が水越さん。ホイールが黒がムツミン。ホイール、あ、黒ムツミンで覚えたらいけるかな。黒ムツミンね。黒ムツミン。はい、では参りたいと思います。
マンデークレイジーナイトレース決勝第2ラウンド第2組ガタガタやったガタガタやったスタート10秒前です。さあスタートしました。急遽ジョーカーレーンは2回1人2回となりました。決勝第2組5分間周回です。お、流した。なるほど。お、1台抜けた。さあ、国母が1ね。国母が1。最初に2回使うっていうのもありかもしれない。これ誰？これ山内だな。山内1ね。あ、ね、え、国母、山口さんも行った？山口、国母さん終了やね。な、山口、山内が行ったね。1回ずつ。これはこれ水越1回ね。あ、山口終了ね。はい、山口国母は終了。レース残り時間4分10秒。もう最初の1分の仕掛けが逆に一切使う。あー、転倒。マーシャル走ってる車優先ね。走ってる車優先で、走ってる車優先ね。残り4分。さあ残り4分です。残り4分。これで、これ水越さんか。水越さんね。水越さん終了。山内さん終了。赤木むつみんが一切使ってない。いいですね。いやいや、これ作戦わからん、わからん。これで逃げてしまえばむつみんトップ、2番手赤木当然やね。3番手水越、4番手山内、5番手山口、5番、6番手国母。ちなみに赤木水越が2番3番の間がタイム差15秒ですから、これなかなかね面白いですね。むつみん赤木が、お、これで、むつみんが1回消化ね。むつみん1回消化。残り3分10秒です。赤木1回消化。さあ、あと残すところジョーカーレーンはむつみんと赤木。残り3分。さあ残り3分、残り3分。トップむつみん、2番手赤木が 6.2 秒差。2番手赤木、3番手水越がこれで 7.1 秒。4番手山内が、水越の後ろ 3.6 秒。山内山口が 0.7 秒。国母が9秒後方6番手。現在トップむつみ、2番手赤木、3番手水越、4番手山内、5番手山口、6番手国母。さあレースの方は残り2分30秒です。さあ折り返し点を過ぎました。5分間周回レース。トップむつみがジョーカー残し。お、さあこれで赤木が終了。赤木が何位で帰ってくるかですね。これで先ほど赤木が2位でしたが、この周回で赤木が5番手おそらく作戦はそれほど成功していないさあ現在トップむつみん、これむつみんがまだ使ってないね。あと1回残ってるね。さあ水越がでも13秒後方ですから、一周前ですから。むつみんトップで水越が13秒後方。3番手山内、4番手山口、ここ 0.… ん？山口、山口、あ、これ3番手やね。山口3番手。山内がえらい下がった。見せてた。赤木が4番手浮上。5番手山内、6番手国語。レース残り時間は1分30秒、残り1分30秒。さあ、むつみんトップ、2番手水越の差が変わらず13秒。ワンラップ前ということですから。さあ、残り1分10秒です。さあ、むつみんが最後のジョーカーレーン。これで前に入った。さあ、水越の、いいですね。なんか F1 みたいでしたね。F1 のピットみたいでしたね。さあこれでむつみんがトップで帰ってきた。これは完全に、そして水越がミスっている。これで 3.9 秒、約4秒差。さあむつみんがアドバンテージを守っております。残り45秒。2番手水越、3番手山口、4番手山内、5番手赤木、6番手国母。おっと、山口ミスってる。さあとはいえまだ山内との距離はあるか。残りまもなく30秒です。ラスト30秒。残り30秒。さあむつみん、あと30秒逃げ切れるか。
さあ2番手水越選手との距離は 3.6 秒差。さあ残り間もなく15秒、ラスト2周というところ。さあトップむつみ最後のファイナルラップに入っていく。水越2番手は後方 3.2 秒だ。さあここで5分経過、さあタイムアップ。山口が3位でゴール、ゴールゴールゴール、レストコーチドライバー置かないでくださいね、まだですよ。はい、全車ゴールです、お疲れ様でした。トップゴールの次に山口選手、水越選手、3位山口選手でした。はい、では集計結果出ます。第2組の集計結果です。いやいや面白かったですね、なかなか。はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした。ピットロードね、面白かったですね。はい、では集計結果出ます。来週も毎週ね、この来ていただいてたらこれやりたいですよね。じゃあ来週も皆さんのよろしくお願いいたします。こんなクレイジーな感じで遊んでますんで。ではお疲れ様でした。